マッツァー・マッツザ、ヘブライ文字、ドイツ・五大イ・マツェ、マジー・マッツァーともとは、杉越の祝いで食べられる、酵母の入らないクラッカー状のパン。イディッシュ語風の発音では、マッツォという、トーラーので、エジプト記によれば、イスラエル人がエジプトから脱出するとき、パンを発酵させ、膨らませる時間がなかったため、マッツァーができた。それを記念して、杉越の祝いの前には酵母を入れないパン。 マッツァーが作られる。杉越の祝いのマッツァーは普通、粉と水だけで作られるが、塩や油が入ったものやチョコレートをかけたもの、水の代わりに、果物のジュースで粉をこねて作るエッグマッツァーもある。イタリアのピティリアーノでは、白ワインと砂糖の入った甘いマッツァーが作られていた。小麦、スペルト小麦、大麦、ライ麦、それに、ラシによると、塩爆。 ミシュナーのラムバムによる翻訳によると二条オムニの五つの穀物は杉越しの祝いの間はマッツァーニの見つかっても良いとされている。小麦とスペルト小麦はどちらも小麦属に属し、小麦属の他の麦もこの二種と同様に禁じられている。キビ、アワ、テフは発酵に数日かかるので禁じられるかどうか微妙である。 蒸気の5種類の穀物からできたパン生地は水分を含み始めてから18分経つと膨らみ始めると考えられているため、オーブンに入れる前にそれ以上の時間が経ったものは、マッツァーとはみなされない。薄く伸ばした生地の表面を焼く前に、フォークや師状の器具でつついて、気泡を潰すのは発酵をなるべく抑止するためである。 発酵を起こす水分を含んでいないことを証明するために収穫から製粉、貯蔵まで特別な監視下に置かれた穀物で作られたマッツァーをシュムラマッツァ、細かい粉はマッツァーミールと区分する。杉越の祭りの期間中は蒸気の5つの穀物が禁じられるため、粉製品の代用としてマッツァー製品が活用される。マッツァーファルフェルは牛乳をかけて、 シリアル食品のように食べることができる。細かいマッツァー粉は、杉越祭りの期間中小麦粉やパン粉の代用として用いられ、ケーキもこれで作る。マッツァー粉を使った料理に、スープに入れるダンプリングの一種マッツァーをボール、パンケーキ状のフレムゼルのほか水や牛乳に浸したマッツァーを砕いて、溶き卵と混ぜて焼いたオムレツやスクランブルエッグ状のマッツァー油絵がある。 マッツァーはパスタの代用やクーゲルの素材として使われることもある。ありがとうございます。